画面の前の皆様、こんにちは。ベルクラでございます。やっていきましょう、デッドバイデイライト。今回はですね、ちょっとご報告があるんですね。ちょっとこの鬼の新スキンもかなり気になると思うんですけども、先にちょっとお伝えしたいことが、5月21日、実はね、私の誕生日なんですけども、この誕生日をお祝いして、ちょっと生放送をミルダムというサイトで、動画概要欄に、記載しておりますけども、そちらでね、やります。なんとゲストにあっさりしょこさん、フルコンさん、イーザンさんに、レプチンさんが来てくれてね、 DVD カスタムマッチをやってね、ちょっといろいろ盛り上がっていこうじゃないかと。で、Amazon ギフト券とかもね、配布したり、専用のギフトがね、使えたりと、その日だけのね、ギフトが使えたりとかね、まあちょっとテンポ盛りなので、ぜひ、2時間余りになると思うんですけども、来ていただけたら嬉しいです。ちょっと15分だけ事前放送で YouTube の方でやるかもしれませんけども、趣旨説明とかね、見てください。この新スキンの鬼の刀、木だよ。これで切りつけて、いや、なんか入ったな、今。間違いなく入ったな。入ってるでしょ。分かってんのよ。地下に連れてってやろう。いや、まあでも、木刀で殴りつけられたら、それはそれでやばいもんね、実際。はい。だから、まあ、痛いのか、死ぬか。やっぱ死ぬか。この鬼の腕力で殴られたらね、鬼の新スキンってなんかオーガみたいなさ、ゴブリンみたいな顔してんだよね。結構もう進んでるね。イタチぶっかませていただきまーす。助けいったかな。いるな、これ。いたねー、いたねー。そして電波するおじけにデボアホープ持ってきてます。3トークン貯めるとワンパンモード、5トークン貯めると即メメント、必ずやりてえぞ。助けやっぱ来てたな。それをすぐ戻る。そっちも来てたか。どうなれた。そこか。オッケーオッケーオッケー。いたな、ジンク。そういうことだ。まあこの金棒も切っちゃ木だもんね。ここにしちゃいましょう。はいよ。どんどんデボアを貯めたいんでね、まず1トークン貯まっております。さて、すぐ戻りましょう。イタチもぶっ込んでやるぞ。お、ここで治療した形跡があるな。いくらを大量に落としていきやがって。行こうかな。いいだろう。そのまま助けに行くかな。え、いるぞ、いるぞ、いる。オーケー。吸い取って、今のうちに救ってやってくれ。ピコンってなるんでね、デブアホープのトークンが。いいね、この音大好きだ。はい、よいしょ。さあ、次の3トークン目も貯めたいので、すぐ向こう行きます。すっ！ただし、ここのトーテムは絶対壊すんじゃねえぞ。いるな、これ。あれ？あ、いけたいけた、よかったよかった。そして、今のうちに、よろしく頼む。デボはおピコンとさせてやってくれ。来るぞ。いい音だ。3トークン溜まったので、こっからワンパンモードです。鬼に金棒とはこのことよ。金棒を持たずしてワンパンモードになれる。この金棒を持つとさらにワンパンになれる。誰も来てないよな。ナイス！ 4 トークン溜まりました。この時点でワンパンなんで、どこぞの誰か知らんが助けたやつがここにいるはずだ。こいつか。オーケー、ワンパン。今頃みんなね、慌ててます。むさぼられがね、表示されてるんで。
で当店も探し出すんで、ここで気づかれてる分も早く5得目食べます。なるだけね、一人はメメントしたい。久しぶりに鬼のメメント見たいよね。どうするべきか。いるんなこれ。いくら落としてどっか行っただけか。ここにはいないのか。このイタチもぶっ込みたいですけど、結構ペースが早いので、なんかどこも動いてないね。あのトーテムいじられるの嫌だな。ここで助かるの。よし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 。さあ、メメントのお時間だ。やってやるぞ。どこだ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 。いるね。イタチをぶっ込んでから行きましょう。あ、いるな、これ。ここにいるな。あ。この辺で止まってるな。よーし。よーし。そして、たとえここでストライクであろうが、即、メメントだ。どうだ、嘘つきのこれがしたか。ぬん。ちょっとおっぱい見えてるね、これね。やりました。久しぶりの鬼メメントだ。からのトーテム触るやつは許さねえ。ふっ。どこぞのドイツだ。来てないか。オッケーオッケー。いや、これ楽しみだな。二人目もメメント。お、いるか。よし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 。ああ、今のいけないか。絶対いけると思ったのに。普通に殴った方がいいかな、これ。普通に殴りたいとこですね。ぐるっと回ったかな。奥に行ってる。あ、これまずい。トーテムの方行ってる。バレるな、これ。あ、ここに足跡ついてるってことはもうバレてんな、トーテム。これやべえな、しまったな。これ信子にバレてますね、間違いなく。まずいぞ、絶対壊してくるだろうな。ここしかもいじった跡ありますね。いや、もう一人ぐらいちょっとメメントしたいな。絶対貼られてんだよな、ここ。間違いねえよな。ついたか。ちょっくらい様子見に行ってみましょう。うそ、おっしゃ、今の惜しかった。あー、やっぱ壊されてたわ。絶対信子。間違いない。後であの信ちゃん、舌を26回ぐらい抜いてやる。26枚も舌があるわけではありませんけどね。うまいこと消えたな、しかも信子が。間違いねえ。ただ、わかってるからな、犯人よ。思い知らせてやるぞ。閻魔大王を怒らせるということはな、まあ、なんとなく閻魔大王っぽいよね。だって舌を抜くからね。これでもうデボアに縛られることなく立ち回れるってもんよ。はじめまして、アッシュ。普通に切りつけてやる。意外と発電進んでたんだね。はいよ。はい、ワンパンモード。あ、そんな感じか。おお、下に行く。デッドハードは？ないみたいだね。よし、2個で、ここからですね、問題は。2個で3人残ってのは結構苦しいんですが、地下に移って、ここから1回まくりたいところですね。電波するおじげがある分、鬼ってのは、金棒で叩いた後に近くのね、生存者がわかる分、結
構まくれることが多いんですよ。まあ、まくれるっていうのはね、こう不利な状態から一気に有利な状態へ展開を持っていけると。絶対信子はこうやってたと思う。あのね、あの格好がね、この沼地にね、擬態できるんだよね。スパイダーが OK。ここも割っちゃう。あ、ちょっと待って。ほらよ。そこ抜けてったか。うーらー。あれ嘘、当たんなかった。迷ったようだな。しかも一人反応したが、まあいい。ここでもう釣っちゃいましょう。怒涛の攻めでいきましょうよ。この間復活させられたな。やるじゃねえか。復活させたのは、まあ黒手と漏れる信子だね。これってもう見てなくても誰がどういう動きをしてるかっていうのを察知するっていうのが重要ですね。キラーやってる時にね、うん、こっちか。だいぶ進んでるじゃないか。奥に行ったのか。はいはいはい、流れてってますね。はいはいはい、ここに非常口よって。奥行くね。どんどん溜めていくよ。めっちゃあるやん。さらにこれ足奥行ったか、これ。はい、来ました。はい、捕まえた。そういうことだぞ。残り発電機1台か。まあ、非常口の場所分かってるんで、ここで釣っちゃいます。まあ、信子が最後のメインディッシュ。新スキンの鬼の恐ろしさを見せてやる。この辺に潜んでんじゃないかな。いないな。いや、絶対いると思うんだよな。助け行ったかな。助け行ったかもしれないですね。今のうちに、よし。このモードになってるとね、ゲート戦になっても、通電した後なのね、ゲート戦になっても、ゲート間をすぐ行き来できるんで、めちゃくちゃやりやすいんですよね。ん？奥行ってんね。ん？残ってんじゃねえか？普通に切らせていただこう。君が私のデバーホープを壊したというんだろう。分かってるぞ。必ず追い詰めてやる。なるほど。このまま上に上がるか。よし。地の果てまで追いかけてやる。落ちると見せかけて落ちないというフェイントか。面白い。インデッドハードか。しかし、そのデッドハード、大して意味がなかったな。いるぞ。いるぞ、いるぞ。普通に、ここにいらっしゃいましたね。じゃあ、鬼と、貸しましょう。これじゃない。こっちだ。あれ？壊してくぞ。おら。逆サイドだったかな。いや、いるね、いるね。おー、いい動きじゃねえか。やるね、やるね、やるね。しかし、こっちも確実に追い詰めていくぜ。ほれ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 。あらよ。どうだ？倒しなさい。確実に確実に追い詰める。逆サイド。オーケー！そういうことだ。しかも、信子の位置がわかるというね。
素晴らしい連撃でございました。これが鬼のね、面白いところね。はい、どうぞ。気持ちいいだろう。どうだ。いや、ほんと見えすれえな、のぶちゃん。あ、ここか。よしよしよし。こっち行きなさい。まあ、なのでですね、あ、よかったら、ほんと、見に来てやってください。誕生日をね、自分で祝うっていう。ほんと一人で祝おうかと思ってたんだけど、一人で祝うって本当に寂しいなと思って、いつものメンバーをね、招待させていただきました。ありがてえ。こういう時の友だよね。そんなこんなで、よかったら評価の方どうぞよろしくお願いいたします。それでは皆さんの良きゲームライフの方に乗っております。ベルクラでございました。お疲れ様です。チャンネル登録、画面のボタンからベルマークを押すと動画更新時に通知がいきますので、チェックしてみてください。